ハッピードベちゃんテレビ。すごいお腹のおっさんです。グレートタミーマン。今回はガストのお弁当。すごいお腹のおっさん、一人で食べるよ。ハンバーグ、白身魚フライ、弁当。追加のご飯と思ったでしょ。ネギトロ丼だよ。ほうれん草ベーコン。山盛りポテトフライ。腹が減った。はい、すごいお腹のおっさんです。はい、今日はガストさんですね。ネギトロ丼頼みました。あとおっさん、今日あまり食欲ないんで、ほうれん草で、あまり食欲ないんでポテトフライということで、であまり食欲ないんでハンバーガー弁当です。これを昼に食べます。では、ね、今ねネギトロ丼ちょっとねやっていきたいと思います。箸を開けてね、こんな感じなんですね。わさびが入って、ね、どうやってやるのこれ。あ、どうだよな。あ、逆だった。まあいいやいいやいいや、逆だったな。こういう感じでネギトロね、やってね。あ、先に海苔引くの忘れちゃいましたよ。もう順番バラバラ。もうおっさん腹減ってんで、あ、ね、だから挟んで、よし、順番めちゃくちゃですもんね。こんな感じで、でお醤油をかけていくということで、ね、それね、これがあるんでね、これを食べたいと思いますけど、食べたいで手を拭いてね、一緒にこう、じゃあではいただきます。先にちょっとほうれん草ベーコンですね、これいただきたいと思います。それではいただきます。あ、見てますか、これほうれん草ね。あとはベーコン、これに箸かな。ね、いただきます。先ほうれん草、うん、温かい、バターの香りがいいですね、うんうん、このベーコンもね、うん、おいしいおいしい。これはネギトロ丼食べたいと思います。それだけ食べてみようかな。うん、おいしい。まあ、わさび効いてますね。うん、おいしい。やっぱりね、いただきますね。はい、いただきます。あったかいですね、うん、おいしいです。今日のすごいお腹のおっさんの食事はガストということでご紹介でした。ではまた全部食べていきたいと思います。白身魚フライにタルタルソースをかけるよ。ここからはアングルを変えますよ。ネギトロ丼はもう食べ終わった。いや、飲み込んだ。
ガストって安いよね。噛まずに飲み込む。できたらもう少しキャベツを入れてほしい。安いから無理だろうね。バクバク飲み込む。最近外食を控えてるのでお弁当が多い。なんで外食を控えているのか。また感染者が増えてるから外食を控えてる。なのでテイクアウトや配達のお弁当ばかりです。それに忙しいからなかなか自炊ができない。また調料理初心者に戻っちゃったよう。落ち着いたら料理を再開する予定。いろいろ作ってみたいな。と思いながら飲み込む。ひたすら飲み込む。おっさんの食べる姿を。いつも見てくれてほんにありがとうございます。まとめて飲み込む。スカイラークのマークが現れた。最後の一口。ご視聴くださりありがとうございました。Thank you for watching. ごちそうさまでした。チャンネル登録よろしくお願いいたします。 Please subscribe to my channel.